休憩。先輩、今日は一緒に帰っていいですか？うん、いいよ。やったどうしたの？香坂さんですよ。これソロパートのところじゃないですか。香里先輩がいるのに。1年がソロの練習しちゃいけないって決まりはないでしょ。前にも言ったけど、無視とか嫌がらせとかしてないよね。してませんよ。香坂さん、ほら素直じゃない。どうしたんですか香里先輩。ごめん、やっぱり先帰ってて。葵言ってたもんね。葵、うん、あと少しコンクールまでは頑張らないって言って、とりあえず保留になってはいるんだけど。頑固なところあるからね葵。アスカには言ったの？アスカらしいね。その瞬間は翌日唐突に訪れた。ここは美しいハーモニーで旋律を支えなければいけません。今テナーサックスのあなたで、それでも香里先輩や葵先輩は頑張ってた。無視には加担しないで互い。はい、あ、香里。おいも。はあ、うん。なんでこの時期に芋なの？食べたかったの芋。牛乳で合うでしょ。一応吹奏楽部のマドンナなんだよ。マドンナだって芋が好きなの。練習はアスカが？副部長だからね、滞りなく完璧に。だよね。でもね、でもね、私それ見て思った。アスカは部長を断ったんじゃなくて引き受けられなかったんだなって。多分あの状態の部を引き受けるのは相当な勇気が必要で、アスカは頭いいからそういうの全部計算しちゃって引き受けられなかったんじゃないかな。おう、そうか。そうか違うよ。それだけ勇気があったってこと。そしてそのことを少なくとも上級生はみんな分かってる。あの時はるかが部長を引き受けてくれたから今の部があるんだって。そう、私ははるかのおかげだと思ってるけど。何それ、アスカ派のくせにかっこいいからね。演奏者としてあそこまで切り捨てて演奏に集中できたらって思っちゃう。浮気者でもなんかわかるよ。なんだかんだ言って私もいつも気にしてるもん、アスカのこと。はい、こんな感じで。香里先輩、あの、もしよかったらあがた祭り。ごめん、アスカとハルカと一緒に行こうって言ってて。うるさい。ベルリン B の頭。オーディションうまくいきますように。そんなのお祈りしてもうまくはならないよ。それはそうだけど。それもそうだね。ん？何、彼氏やったぜ。カトちゃんかよ。追いかけちゃダメだよ、見なかったふりね。わかってる。オーディションを始めます。オーディションが近づいた部の空気はより緊張感を増していた。アクセントをください。はい。楽譜とにらめっこしている時間がし、おお、すごい。高いところの音は安定してる。難しいんでしょ。アスカにこの前言われたからかな。神頼みしても意味ないって。そっか。私ね、去年のことがあったから揉め事とかがないようにって、それだけちゃんとできればいいって思ってた。でも私3年生なんだよね。これで最後なんだよね。3年間やってきたんだもん。最後は吹きたい、自分の吹きたいところを。
思いっきり。じゃあダメだった時は追い向かってあげる。夏だよ。変な励まし方。あ、降ってきた。さすが部長。私？みんな言ってるよ、部長の雨女っぷり半端ないって。高坂さん、おはようございます。練習頑張ってね。ありがとうございます。プールは1チームにつき最大55名までしか参加することができません。ここにいる何名かは必ず落選してしまうことになります。皆さん、出場するのに恥じない努力をしてきたと私は思っています。私は音楽室の空気はピンと張り詰めた。中瀬子香織。はい。笠野紗菜。はい。滝野純一。はい。吉川優子。はい。